兵庫県立尼崎北高等学校は、兵庫県尼崎市塚口町にある県立の高等学校。設立当初は商業化、普通化併設であったが、1956年第5回、卒業式で53名の卒業生を出したのを、最後に商業化が廃止され、以降普通化のみの設置となっている。通称、にきた、北高。自主、自立。 愛情、協調の校風のもと、環境学習を行う、環境類型の設置をはじめ、風力発電装置や雨水貯蔵タンクの設置など、エコスクール、地球、地域とつながるニキタを目指している。最近の市内での国公立大学進学数は、兵庫県立天長崎東園高等学校、兵庫県立天長崎小田高等学校に次ぐ数である。 なお、環境類型は1年次のみ特別編成クラスで、2年次に分離型と合同クラス編成になり、分、I 型、分、通型、B 型に分かれる。2008年度より、天川崎学区で複数志願・特色選抜制度が導入され、2017年度は選抜定員40人で倍率が1.98で、あった。昭和四十年代には、学園紛争が起こり、 大学生らの応援によって、校舎封鎖、校舎ボイコットなどもあった。その後、教員、同窓会役員と生徒が毎日のように話し合い、服装の自由化、洗濯ゼミ生徒心得を廃止して生徒自ら生徒検証を作るなどの自由を獲得した。この自由は、日々の努力によるものとされている。現在でも制服がなく、女子用のブレザー、 男子用の学ランが標準服としてある。始業式、終業式、卒業式などの式典では標準服を着用するが、普段は私服が認められている。遠足などの校外学習では、現地集合、現地解散が監修で、自由な校風である。学校行事も盛んで、特に文化祭、北高祭りではシンボルとなる。 大人形を玄関上に飾っている。2006年には兵庫国体のキャラクター、ハバタンを作り上げた。2007年には今までとは条件の違う仮移転先でスパイダーマンを作り上げ伝統を守った。2018年には安全漫才のミヤゾンを作った。2019年で大人形は50体目となる。2年生が中心となって作成している。 環境教育の実践 I2、環境倫理学現代社会を考える、手話展示ゼミ、障害体育、音楽ゼミ、美術ゼミ、書道ゼミ、英語表現、発達と保育、地球惑星科学、生命と地球環境、ソルフェージュ、映像メディア表現、被覆制作、栄養、見せるコンピュータ、教養数学、生活科学など幅広い選択科目がある。野球部は、 選抜4回と夏の甲子園1回の合わせて5度甲子園に出場している。水球部は全国大会に出場経験があり、2006年度は全国高校総体に出場し、国体では兵庫チームの中心となり、6位入賞の原動力となった。2008年度も全国高校総体に出場し、国体では兵庫チームの中心として8入賞に大きく、 貢献した。ありがとうございます。